ヤクザと構想は安藤昇の小説。また、それを原作とする日本の映画。安藤昇によるヤクザ組織安藤組が誕生するまでの経緯を安藤自身が歴史的、自伝的に描いた作品。週刊朝日芸能で連載され、単行本が順次徳間書店から刊行された。ヤクザと構想は、 上記の小説を原作として1972年9月29日に公開された日本の映画監督佐藤淳いよいよ配給は東映カラーフィルム93分画面アスペクト比は2.351風紀理事の同時上映作品は恐怖女子高校女暴力教室原作の前半にあたる昭和初期のヤクザ及びグレンタイの構想とそれを利用して 私服を肥やそうとする政財界を描いた部分の映画化。原作者の安藤自身が主演を務め、実在人物をモデルにした、グレン隊のリーダーを演じた。昭和初め、東京、新宿界隈。グレン隊を率いている通称、爆弾マッチは、ある日、赤色ギャングに拳銃を売りつけた容疑で逮捕され、特攻警察に連行されて、激しい拷問を受ける。 拳銃は不良学生から奪い取り、たまたま居合わせた中年の男に売りつけたものだったが、赤色ギャングには身に覚えがなかった。留置所では弾圧のために収監された共産主義者の医師白木が拷問で傷ついたマッチを看病した。釈放されたマッチは、惚れ合った遊女の絵を見受けするため、自分たちで賭場を会長することを思いつく。 しかし新宿はバックと大き戸組の縄張りであり、マッチは縄張り嵐の代償として大木国民大化し、梅津によって瀕死の大怪我を負わされた。マッチを救ったのは白木の運営する診療所だった。マッチの身を案じた上は遊郭を逃げ出した。マッチは傷が癒えたが右腕の自由が効かなくなり、顔に大きな傷跡を残すことになった。 復讐のため梅津の出所祝いを襲うが、大木国民の組員たちに帰り討ちに会う。梅津は、マッチの執念に感心し、俺の腕と顔を切れと告げる。感動したマッチはドスを投げ捨て、梅津と義兄弟のちぎりを交わし、大木国民の一員となる。ある日、大木国民に会計士、高山が現れる。マッチは、鉱山の顔を見て、かつて拳銃を売りつけた相手であることを思い出し、 つかみかかる。高山はこともなげに、酒分子検挙のためだ。君は、手柄の一役を買ったのだと告げた。高山は過激派のスパイとして、若い活動家に、犯罪行為による資金調達をそそのかし、当局による検挙の口実を与える活動をしていたのだった。鉱山のもう一つの顔は、国水主義の政治活動家で、ヤクザ組織を政治団体に衣替えさせる。 活動の支援を行っていた。1932年2月、第18回衆院選が告示された。大木戸組は、満州にパイプを持つ、衆院議員、柏原の利権に食い込むため、柏原を支持する政治団体、アジア有機会を作り、同じ選挙区で、初出馬した白木の選挙活動を妨害し始める。恩人の恩を裏切る行為に、我慢ならなくなったマッチは、 組員たちを殴り飛ばし、乱闘騒ぎを起こす。止めに入ったおえいが、組員に見つかり、遊閣に連れ戻されそうになる。おえいは、自分の舌を噛み切って絶命する。選挙は、白木が当選し、柏原が落選した。組長の浮戸は、柏原を繰り上げ当選させるため、梅津に白木の暗殺を命じる。組織の起手と両親の板挟みになった梅津は、 白木をドスで刺した後、自分の身も刺して絶命する。大木戸組は、梅津の葬儀を開いた。高山が来賓として参列し、君は、売国奴と差し違え、帝国を救った、と長寿を読み上げる。そこへドスを持ったマッチが現れ、高山と大木戸を刺し殺し、自らも、組員たちに滅多刺しにされた。東映社長の岡田主芸は、1972年春に、 看板スター、藤淳子が引退したことに伴い、人境を映画人気に陰りが見えたことから、路線転換に悩んでいた。岡田が暗中模索の中でひらめいたのが、実在クザの人生や、組織の遠隔を歴史的に描く、実力路線、実力シリーズであった。折しも、安藤組を率いた後に構成し、俳優に転向した安藤昇が、 実録小説を連載中であったことから、これを原作として映画化に乗り出すこととなった。当初、本作は原作完結を待っての公開が見込まれ、撮影後しばらくはストック作品になっていた。映画公開時点で、安藤の連載小説は完結しておらず、以前、週刊朝日芸能では、極道一大ヤクザと構想王が連載中であった。公開されると、 よきせぬヒットを記録。それを受け、岡田は、実録路線に手応えを感じ、以降、東映は、実録者の,の人気映画を量産することになる。新規軸、実録人気路線の本格導入第一弾として、公開されたのが、仁義なき戦いである。岡田は直ちに本作の続編の制作を命じ、翌年、実録路線、第二弾として、ヤクザと構想実録。 安藤組が公開され、本作同様にヒットした。予告編の BGM には、本作のトラック以外に、日本暴力団組長の一部が流用されている。ありがとうございます。